ロギンはクルティが開発、公開している Windows 用端末エミュレータである。Windows XP710 で動作し、実行プログラムは3 2ビット版と6 4ビット版の双方が用意されている。対応プロトコルは、ロギン、テルネット、SSH1、2、シリアル接続など幅広くサポートしている。タブ形式での接続が可能であり、 柔軟な画面分割も行える。文字コードは EUC、Sys、ASCII、UTF-8 をサポートする。バージョン2.225以降、ソースコードは GitHub で公開されている。ロギンは1998年の開発から始まる20年来のソフトウェアであり、定番端末エミュレータのいいとこ取りをした統合的な端末ソフトに仕上がっている。実行プログラムは プティと同様、エグゼファイル一つのみとなっている。プティの仕様と似ており、一つのセッションごとに設定を行う。全セッションの設定情報はレジストリに保存される。実行プログラムと同じフォルダにロギン、i n i を作成しておくとレジストリを使用しない。SSH11&2 に対応し、下記の機能を保有する。ロギンはモダンなソフトウェアでは、 定番のタブ接続機能を有する。タブはスレッドで制御されるため、全体としてロギンのプロセスは一つである。タブ間の切り替えは CTRL タブもしくはマウスクリックで行う。また、画面の縦横分割や画面の複写機能を持つ。なお、タブを画面外へドロップし、新しいウィンドウとして独立させることはできない。以下のファイル送受信をサポートする。設定により、 エクスプローラから端末画面へのドラッグドロップでファイルを送信することもできる。一般的なライセンス定義の流用ではなく、独自のライセンスとなっている。使用、改変、配布に制約はなく、ソースコードは全開示されている、いわゆるフリーソフトウェアである。利用しているライブラリーとしては、オバンスル、ザリブ、リビコンブ、ネトルがある。これらライブラリーはそれぞれに、 ライセンスが異なるが、ソースコードには含まれていない。ソースコードからコンパイルする場合にはこれらを別途に用意する必要がある。エグゼファイルにはコードサイニング証明書が付与されている。ロギ2.123からは独自のスクリプト言語がサポートされ、接続先に対する自動運転が可能である。リモートホストから特定の単語を受信すると指定したコマンドを 送信するというサンプルプログラム。送受信を繰り返すたびに、ダイアログボックスにタイムスタンプを表示する。カウンターイコール0。ホワイル。ts イコールストロフトイム。カウンター。dlg イコールダイアログ100、100、280。スタティック10、10、220ts。dlg オープン。 DLG センター DLG ショースイッチケースブレークケースレイスライト、スリープスライト、ブレーク ,DLG クローズ ,DLG クローズありがとうございます。